では各賞の発表です。 AVEX DREAM MEETING FINAL AUDITION SECOND PLACE、オーディションナンバー10番高田久美子さん。高田さんです、おめでとうございます。前の方へどうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。もうすでに大粒の涙が。じゃあちょっと今の気持ちを聞かせてもらえますか。ちょっと失敗したんで、もうあかんと思ってたんで、すごい嬉しいです。ありがとうございました。ここで何と言っても気になるのは、最終審査に駒を進めた24人の中で最も栄誉あるグランプリ。果たして勝利の女神は誰に微笑むのか。 AVEX DREAM 2000 Final Audition Here comes the Grand Prize。 そしてグランプリ発表にはプレゼンターとしてエブリリトルスイング持田香織が登場。発表いたします。2000年1月1日にデビューする AVEX のニュースターグランプリを発表します。なんとですね、グランプリは3名お、3人3名ナンバー17番の松室舞さん、はい、松室舞さんどうぞ前の方へ、ナンバー18番橘香奈さん、はい、ナンバー20番長谷部優さん。3名の方です。3名の方です。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。大分から来てもらいました松室舞ちゃん、大阪から橘香菜ちゃん、そして岐阜県から長谷部優ちゃん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは一人一人お気持ちを伺ってまいりましょうか。はい、はい、本当にありがとうございました。これから頑張りたいと思います。すごい嬉しいです。ありがとうございます。すごいびっくりして、すごい嬉しいです。ありがとうございました。はい、ではその3人へ、花束と目録を、持田さんの方からお願いしたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。持田さん、どうですか見てて。ねえ、なんかすごいですね。今までオーディションを受けたことっていうのは、こういうすごいのはないですね。いや、俺叩かれても。そうですか。じゃあせっかくなんで3人に一言お言葉を。頑張ってください。ではせっかくですから、握手で最後、はい、握手しよう。持田さんと、ぜひ。もしもし。はい、本当に3人。 CM の後はグランプリを受賞した3人の歌を一挙に披露。個性豊かな詩にも注目。